はい、友谷沢です。今回はモマンから発売されている V マウントバッテリーパワー140をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。今回はモマンから発売されている V マウントバッテリーパワー140をご紹介したいと思います。まあ、そうは言われてもスチールや一眼のカメラで動画を撮ってらっしゃる方には馴染みがないバッテリーかと思います。ではどういうところで使われているかと言いますと、主にテレビ局で肩に担ぐタイプのカメラ、通称 ENG と呼ばれているカメラで使用されているんです。じゃあ自分たちには関係ないと思われるかもしれませんが、実はこのバッテリー最近いろんな場面で使えるようになっています。例えば当チャンネルで過去にご紹介した LED ライトや外部モニター、さらには伝送システムなど、それらを紹介する際に、V マウントバッテリーも使えますと、これまで何度も言ってきました。しかし、当の本人の私は、購入するには至りませんでした。なぜならあまりお手軽でなかったからです。例えば充電一つ取っても BP インターフェース、もしくは D-TAP 対応の充電器を別途購入しなければなりませんでした。出力する際もそれらを経由しなければならないので、用途が限られていたんです。ところが今回ご紹介するモマンパワー140はこれまでの BP インターフェースや D-TAP に加え USB-C にも対応、急速充電ができる PD なので、使用できるデバイスが劇的に増えました。例えばアウトドアです。動作気温はマイナス20度から50度までなので、よほど過酷な環境に行かない限り、しっかりと動作してくれます。災害時にもこれ一つあるだけでだいぶ心強いですよね。また USB-C が 65W 対応なので MacBook Pro など対応している PC の充電にも使えます。これは嬉しい方多いのではないでしょうか。このように従来品に比べとても汎用性が高くなったので、この機会に皆さんにご紹介したいと思った次第です。それではここからパワー140についてさらに掘り下げてまいりましょう。内容物は本体以外に日本語と英語の説明書と USB-C のケーブルと至ってシンプルです。サイズは 105.5×79.6×55.5mm で重量は 713g です。片手で持つと結構ずっしりきますが、容量感が見るとむしろコンパクトと言っていいでしょう。外観は上部に従来型の D-TAP と USB-A と C のポート、下部には BP 出力用の端子がついています。背面には端末に取り付けるマウントがついているんですが、この形がアルファベットの V のような形をしていることから V マウントバッテリーと呼ばれています。側面にはバッテリーの残量がわかる電源ステータスがついていて、丸いボタンを押すと残量がわかります。ちなみにこのパワー140を先日 YouTube の生配信で 200W の LED フルパワーで使用してみたところ、バッテリー2つフル充電で1時間持ちました。出力の小さい LED だと、USB-C でもいけるんですが、200W クラスになると専用のパワーステーションが必要になり、バッテリーも容量に関係なく2つ必要になります。またファンタム電源対応の LED でないと使えないので、もしハイパワーの LED で使われるようでしたら、ライトが V マウントに対応しているのかどうか、その辺はあらかじめ調べておいた方が良いかと思います。続いてスペックです。電圧は 14.4V、 容量は 140Wh、 9.7Ah です。この 140Wh というのが重要で、 Amazon の販売ページにも記載されていますが、この容量だと飛行機の機内にも持ち込むことができるんです。あとこの手のリチウムイオンバッテリーは使い勝手以上に安全性が重要です。冒頭でも申し上げましたが、報道用のテレビカメラでも使用されていますし、販売ルートも Amazon だけでなく大手家電量販店でも取り扱っているので、その点からも安心してお求めいただけると思います。価格は現在 Amazon で 25,198 円ですが、この動画公開から数日間は 10% 割引になります。詳しくは概要欄に記載しておきますので、そちらと販売ページをぜひチェックしてみてください。最後に毎回レビュー動画を公開した際に申し上げていますが、商品や割引に関する質問がある場合はメーカーさんに直接お問い合わせください。その方が正確で解決も早いと思いますので、そのようにお願いできればと思います。
という感じで今回はモマンパワー140という V マウントバッテリーをご紹介しました。今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価ボタンを、チャンネル登録がまだの方はこの機会にご登録ください。また Twitter と Instagram もやっております。そちらでは即時性重視の情報やカメラ機材関係のキャンペーン情報などもお伝えしておりますので、合わせてフォローしていただけますとよりお得な情報をゲットできると思います。あと私サブチャンネルもやっております。そちらはカメラ写真に関連したもう少し幅広いテーマをフリートークでお話しておりますので、そちらも合わせてフォローしていただけますと大変嬉しいです。以上、ヤドでした。